私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。聖書にもありますが、その存在を高価で尊い、愛しているって、神様は言ってくれています。God is saying that you're valuable and then precious. 僕だけじゃないです。あなたも愛されていること、そしてまた神様に愛されていることを純粋に喜んでいますか？ Not only me, but everybody in here is loved or being loved. But do you really truly like please that you're loved? The first thing was boyfriend. You know, we tend to put things before God. で、最初の誘惑は、交際相手で、本当に私たちはそういう相手に対してボーイフレンド、ガールフレンドをすごい上にしてしまうことがあります。またこの世の中がすごい神様を従うことを難しくしていると思います。 Also this world makes us difficult to follow him.じゃないので、で神様に従えなかったり罪を犯してしまうっていうことがあります。 Because we're not perfect, we commit sins and fall to fall. It might not be our own decision.But you know, it's just the temptation of this world that it slowly leads us away from God if we're not careful. もしかしたら私たちがしたいことではないかもしれないけれども、本当にその世の中がそういうものを上にしてしまって誘惑が多くあると思います。でもしあなたがその群れから If you leave the flock like of sheep, like flock from your situation, that would be the dangerous place.Jesus will always be right here, calling out, trying to be there for you, but he can't do anything unless you let him.で本当にイエス様はいつでもあなたのそばにいてあなたのことを呼んでいるんですけれども、あなたがイエス様を迎え入れない限りイエス様はあなたにリーチアウトできないんです。で罪の奴隷として働くと何がもらえると思いますか？ When we work as a slave of sin, what do you think we can get? それは死なんです。 It is dead.For example, Minako is trying to overcome the temptation by herself, trying to, with her own will, get to God. But all of this was blocking her. She couldn't do it. で、そういう誘惑とか試練に立ち向かうときに、本当にその前にしなきゃいけないことがあるんですけど、もし自分の力でそれを頑張ろうとしたなら、私が好きという中でも自分の力で頑張って神様に近づこうとしても、本当にたくさんの誘惑が真ん中にあって、本当に神様のところに行くことができませんでした。イエス様は私たちが生まれる前から、何千年も前から私たちの名前をその十字架の上で思って愛して、そして私のために知ってくれました。 He long long time ago He already knows our names And then to forgive our sins He died.どうすれば愛されるんだろう、どう演じれば、どう頑張れば愛されるんだろう、そんなことを考える必要はないんです。 We don't need to think about how I can be loved or how should I act to be loved. 義の奴隷になると永遠の命が
神様の恵みによって与えられます。When we became slave of righteousness, the eternal life is given to us by God's grace. Yay! キャンプクリスチャンでした。キャンプに行った時はゴーってみんなと仲良くわーってやってんだけど、キャンプが終わるとヒューってあれは何だったんだって。でもそれで繰り返して繰り返して繰り返してキャンプで育てられました。自信を持っています。私はキャンプクリスチャンでした。でもそれが良かったんですよ。そのことをみんなに知ってほしいし叫びたいんです。みんなも自分がキャンプクリスチャンだと思う？まだ1回しか出てなかったら分かるよね。これから繰り返したら分かるようになってるけど、キャンプクリスチャンね、悪く言われてるね、してたもんじゃないんです。だからみんな僕はキャンプクリスチャンになってほしいと思います。今日終わりますけど、キャンプクリスチャンを大いに頑張れ、叫びたい、励ましたい。これで君もキャンプクリスチャンだ。あ、もう一歩踏み出した。君もキャンプクリスチャンだ。頑張れ。Step on the first. 励ましたいんです。First step, so I want you to cheer you. お前は洗礼を受ける資格なんてないって。Well, I thought that I don't. 声を聞いてたんです。お前はまだまだダメだ。Seeing the words, seeing the words that I don't have right to. 恵みとは何か。What is grace? これが僕が本当に生涯クリスチャンとして教えられて今もしっかり握っていること、それは恵みとは受ける資格のないものに与えられる神様からのプレゼントです。まあ、日本語で言うと難しい賜物のプレゼントです。それが恵み。 This is grace. 聖書は神様の言葉です。神様の言葉は変わりません。God's word does not 僕たちが変わっても聖書の約束は変わりません。Even we change, the Bible words doesn't change.